切り替えが早いな。こんな切り替え俺にはできないよ。おお、破壊できねえのかよ。まあなんかイベント来たね。おお、すげえ。え、燃え尽きた消え方じゃなかったよね。突如ワープしたみたいな。燃えたやつではない、完全ワープした消え方だね。すげえな、マルベルすげえよ。この下にね、あの旗のマークが出てるから、あそこに行けばいいんだよ。こっち来るのはじゃあ初めてだな。んで、こっちから行けばいいのか。なんかすんげえ台風あるけど、あれなんだ竜巻。え、まだなんかイベント来たよ。これ竜巻どけないと先行けねえじゃん。次は誰の出番だ、ミネアか。おお、また突然消えたね。あー、はいはいはい、こうやってキャラクターがいないといけないとこっていうのがあるんだね。俺はあまりフィールド上を探索してなかったからね。とても強そうな魔物がいる。あいつか、アクアの騎士。まあ今はちょっとストーリーには関係ないので、こいつはスルーで OK ですね。で、あ、すぐそこだ、あったあったあった。で、ルーラの石碑、これをいじりましょう。イエーイ、で、目的地へやってまいりました。おお、旅の扉が現れた。よっしゃ、ここから行けるわけね。行きましょう。ワープ、どこかにワープ、知らない場所にワープ。どこに連れて行かれるんだろうね、ちょっと怖いわ。おお、こんにちは君たち。この私を倒していくがいい。なんだそれは。はいはいはい、おかしい、はいおかしい、こんなあかん、こんなあかん。いやいや、戦いたくない。逃げよう逃げよう。それを選択するべきだ。急に来たね。急な戦いだ。ウェイ、オーマイガー、いて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 。いや、ちょうどテリー連れてきててよかったね、これ。はい、ゴロラ。おーっと、また相手の必殺技来るぞ。危ない危ない。離れる。大爆発、そんなお前前作その技してきたか、してねえよな。あ、でも大爆発した後は弱、あの、攻撃チャンスだね。いや、このモンスターの動きもかなり変わってるね。来た来た来た、これ避けて。で、この後攻撃チャンスだ。よっしゃ、116。テリーのね、この電気はかなり機械系に食らうからね、機械系と戦う時は連れてきた方がいいと思うんだが、死ぬ、テリーが死ぬ。あー、死んだ。何その徹底的なテリー狙い、おかしいだろ。明らかに不自然感があるわ。今回回復できるやつをパーティーに連れてきてないからね。いつも連れてきてんだけど、今日は男だけのパーティーで行こうと思ってるから。トルネコがね、回復技使えるんだけどね、トルネコも連れてきてない。男というよりあいつはおっさんだ。まあ、おっさんも男なんだけどね、おっさんは男じゃないみたいな言い方したけど。おっさんも男なんだけど、なんか似合わないじゃん、このパーティーには。よし、はい、ドカーン、ナイスバイキルト、これは素晴らしい。 MP が足りない、嘘だろ。マホトラ切りだ。おお、マホトラできてねえし。死ぬ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 、勘弁して。ラズルもピンチ、ちょっと待てよこれ。ミニストーンだ、やってるぞ。まずい、あっぶね、ギリギリ返していこう、よかった。ハイテンション早く来ねえかな。
僕はミネヤか。あーやっぱ連れてきた方が良かったね、回復役。いないからまともに戦えねえんだよな。ホイミストーンじゃちっとも回復しないし、タンバリン叩いてる場合じゃねえよ。まあでも1体になったらかなり楽になるからね。どけどけどけ、てめえには弱ね。あーまた死んだ。もう世界中の歯ねえぞおめえ。死にすぎだろ、いくらなんでも。全然テンション高くならないし、ようやく半分切ったかな。遅すぎるけどね。行って遠くから何かを飛ばしてくんじゃねえ、さっきからうざってやつだお前。何を飛ばしてきてんだよ。重なるんじゃねえ。ほんでしゃあまただ。何なんだ本当に、マジでうざって。このゲーム蘇るバカ野郎、クソ腹立つな。クソだよ本当に。もうほんと遠くから何かを飛ばしてくるだけのゲーム、何なのこれ。やべ、絶対テリー死んだ。もう回復できねえぞ。ホイミストーンもねえんだからよ。世界中の歯もないからね。あーノー、やるとするか。テリー死んだ、こんなん死んだ。どんな体力だよ。あ、終わった。ナイス、ホメオ、センキュー。さてミラクルソードしてるからね、攻撃すれば回復するわけだ。よし、いいぞ。危ない危ない危ない。どけ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 。なんかミラクルソード全然回復しないね今作。死ぬ、もうムカつく。なんなんだよ本当、遠くから意味不明なものを飛ばしてくるだけって。やべえ、終わったわこれ。あ、もう一回やり直しましょう。無理です、回復役いないと無理。こんな狭い中戦えるかボケ。よっしゃ、もう今度は嫌というほど回復役連れてきてるからね、やられることはないだろう。やっぱもう回復役は絶対一匹は入れておかないとね。こんな狭い中で回復もできねえ中戦ってたんだからね、バカだろ。バカ正直にやりすぎだよ。この2機をね、重ねらしたらかなり戦いにくい相手になるからね、うまく離して戦うのが理想的かな。まあそれができれば苦労しないんだけどね。もう一度重なってる。重なりまくってる。まあでも今回苦戦することなくいけるでしょう。さっきのはもうパーティーが悪すぎた。やっぱ雷系の技与えたらこのすぐ爆発くるね。まあその後攻撃チャンスだからね。これ前作口かかったんだよね。雷系の技与えたらその場でひるんでね、ほんで攻撃チャンス、ほんでひるみぬが治ったらその後にこんな必殺技をしてきてたんだけど、ちょっとそういうとこは仕様がいろいろと変わってるんでね、前作みたいな感じで戦ってるとやられる相手だよね。動くな動くな動くな。はい、大爆発大丈夫。いいよ。し、もう気がつけば半分だよ。さっきかなり時間かけて半分にしたのね。パーティー変えるだけでここまで差が出るのか、すげえわ。しっかりとそのね、敵に合ったパーティーで行かないとかなりの時間がかかるし、攻略もできないからね。やっぱ最初のパーティーでは不便すぎたよ。全員攻撃型だからね、もう協調性なし。4人でやる必要性なし。4人いるけどもソロプレイみたいな感じだったからね。任せろ、切り裂け、やってやるぜ。さあ行くわよ。やばい、任せろ。とりあえずもうこの A は倒せるぞ。秘宝の魔人機 A だ。てめえだよてめえ、動くな動くな。やってやるぜ。はい、来い。またなんか飛ばしてきてるな。
これがうざいよね。これさえなければさっきも勝ったんだけど、これがあったからね。おおほほほ、なんだそのレーザービームは。死ぬ。はい、ダブル大爆発だ。逆にチャンスなんだよこれ。ダブルでこの雷系の技当たると2人とも一緒に倒れるからね。むしろちょっと一緒にやった方がいいかもしれない。別々にやっておくと攻撃チャンスの時横からね、後ろから弓矢が飛んできたりする場合もあるから、まあこの、まあ、ゼシカの場合だとこの疾風陣雷をうまく当ててね、ひるますのがいいんじゃない。ほんでこれ一体倒した、もう簡単だ。ウェーイ、何しても大爆発。機械系のモンスター大爆発し、それでダメージ食らうからね、完全油断してたわ。完全油断だよ。やりすぎちゃってどうぞ。今のは腹立ったんだね。倒しましょうよ。もうこれ余裕ですわ。はっ、もう嘘やん、何それ。なんと生きかも。出た出た出た、事前に告知しろよ、そういう場合はよ。これは両方倒さないとダメなパターンだね。もちろん体力マックスから蘇るわけではないからね、半分からかな。うまく両方倒しましょう。倒して30秒くらいかな、今それくらいだったね。30秒くらい経ったら世界中の歯で蘇らすパターンのやつだ。まあこれはドラゴンクエストヒーローズだけじゃなくていろんなゲームあるパターンだよね。俺一番大嫌いだよこれ。よっしゃよっしゃ。だからね、うまくこれ両方の体力合わせましょう。やっぱ両方一緒に倒すのが OK だ。だからね、最後はね、とどめはもう必殺技誰か使えるようにしておくといい。ちょっと俺ゼシカお姉様のマダンテ使うタイミング間違ったね。ラゼルがハイテンションの必殺技いけるから、まずこの B を攻撃して、 A はちょっと体力少ないんでね、今攻撃しちゃうと普通に倒しちゃう可能性がある。この体力だと必殺技一発で死ぬでしょ。よっしゃ、来た来た来た、行こう行こう行こう、ゴー。でも確実に当てないとダメだからね。よし行こう、もうこれで終わりだ。これが体力マックスで蘇るゲームあるからね、ヒーローズ2はまだ優しいよ。はい、終わった。ダブルで倒したいな、倒してるね。ふぅ、ダブルキル、いただき。嫌なやつですよお前は。機械のくせに世界中の歯使うじゃね。お前どこにあったんだ。俺にくれその世界中の歯を。はい、終了。なかなか難しい敵でした。ただパーティーを変えればあっさりいけたね。絶好調だな。絶好調ですよ。ああ、もうゼシカオネタマのお胸が見えてるわ。すごいですわ。お嬢様口調になってる。光の雫あっさりと手に入れたね。この中には入らないのか。門番みたいな感じだったんじゃないの今。敵に中入ってなんか取るのかなと思ったらそうじゃなかったね。とりあえず八重地戻れとのことなんでルーラで一気に戻りましょう。どこだっけ。あ、ここだ、荒野の八重地。オッケー、ルーラ。はい、天井に頭ぶつけませんよ。よっしゃ、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。次回またこの続きからね、始めていこうと思いますので、お楽しみに。グバイ、また会いましょう。